さあ来い。ていや、お、よし。よし、やるぞ。一口食べてみてくれ。どうだ？うまそうだね。行ってくるね。ただいま。行ってきます。ただいま。さあ来い。よし、やるぞ。お、てい。お、や、お、よし。さあ来い。一口食べてみてくれ。どうだ？まあまあってところか。
待て。まだ来るか。まだ来るか。はい。
かそれ。いらっしゃいませ。
いや。はい。竹地ハンペーターを追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜く気じゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの。おやっさんか。あの時もお前東洋様をそう呼んでたな。あの時だと。東洋様が殺された時だよ。
あの時俺もそこにいたんだ。あんたあの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう、俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ、坂本龍馬。で、本人を目の前にしてあんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。うん。よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、京で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。何だと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば、竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得した奴が他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、奴を嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。なんだって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ、そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくてその男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。
あいつらは。やべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹千を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。ったく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。恩に切る。二人まとめて蜂の巣にしちゃれ。出ますつもり。
さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか。いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰っただと知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大獄で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬。しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも龍馬は再び覆面の男を追い始める。
あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあ、おりおちゃん。これは。お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかい。な、おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さ、そろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。許してください。
て強さだ。とてもかなわん。ありがとうございました。何するか、お決まりどすか？損はさせまへんで。はい。いかがでしょう？いらっしゃいませ。どうぞ。いろいろあります。何？
どうも、斉藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。え、また食べるの？でかい。いや、それはどうか。ええ加減にせ。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ、忘れとんちゃう。ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ、斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。分かった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ
り。
いかがですやろか。寄って行ってくださいね。おっと、危なかった。ちょうどええところに。
出ますよ。そこの新選組の。ほっほう。おおきに。いらっしゃい、いらっしゃい。早いもん勝ちやで。斉藤はじめさん、私ですよ。誰だ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているか
分かりませんから。それでなんでこんなところに。東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使？ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですから、くれぐれもご注意を。では失礼いたします。
え？何？
え？があるっちゅう話や。もう、せやけど偽物がやばい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 や
そこの旦那さん、ちょっと寄っていきませんか。捉えてません。そこの旦那さん、ちょっと寄っていきませんか。遅いですよ、斉藤さん。東堂、なぜここに。土方さんが行けって。斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前覚え直すの面倒です。さてと、斉藤さん強そうだから、大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。これは何の御用で。新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと。あら、どなた。新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの。秋元君なら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある。ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが。は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。そんな男こっちから願い下げよう。その点あなた強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ。よく知っているな。当たり前でしょ。今京の町で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句いやしまへん。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。やだ、もう戻ったの。お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。豚所まで来てもらうぞ。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。Oh!
この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ立て。ま、待て、頼む、待ってくれよ。女が見てるぞ、潔くしろ。聞いてくれって、俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。そもそも入隊したのだってコネ使っただけだし、それに嫌ならすぐ辞められると思ってたんだよ。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。そりゃあ町であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。けど実際入ってみたらイカれた人斬りばっかりでさ、もう俺には無理なんだって。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい、豚所に連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいの？ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え、ちょ、私は。ほら、早く。こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい、おっとバッチ。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。トード、なぜ切った？なぜって？え、俺なんか悪いことしました？殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、それはちょっと違うな。そんなんだったらタイは明日にも潰れちまえ。そんなまともなこと言う人だったんですか、斎藤さんって。なんだと？そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなことを言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか？殺しますよ。ほら、そうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃ、ああそうだ、一つ言い忘れてました。斎藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ？裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、汚れちゃったよ。早く風呂入んなきゃよ。これが新選組。
え？いいな。この件は必ず俺ら七番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。ああ、斎藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。何だってんだ。斎藤だったな。あんたは？六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も切っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を切ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。いいぞ、やるしかねえのか。